はい、YouTube。オーノマン TV のオーノマンです。本日は11月13日。私の手元にあれが届きました。そうです。爆弾です。で、この爆弾ですってこれ、よく瀬戸康史さんがやるやつ。なんか、私ももうちょっと真似してみました。こちらの爆弾だったんですけど、先ほど私、届きましたって言ったんですけど、実際は取りに行きました。っていうのがですね、今日の朝ですね、そのヤマトの履歴配達状況を確認したら、私のその管轄する営業所で保管してますっていう内容だったんですよ。え、届けられないの?みたいな感じで。で、私今回この iPhone を Apple Store で買ったんですけども、今まではそのキャリアで買ってたんですよ。なんとかバンクで買ってたけど、まあ、無職になって月々の携帯料金が高い。本当に高いんですわ。なので、やめて、SIM フリーの iPhone を購入したと。なので、毎回この iPhone が手元まで届けられないのかどうかはちょっとわかんない状況。だから、あれ?取りに行かなくちゃならないのという。しかも、取りに行ったら行ったで営業所で10分以上待たされた。ちなみに私、その、なんとかバンクをやめて、今は Y モバイルにしました。Y モバイルは安いです。それに、芦田愛菜ちゃんが可愛い。Y モバイルの CM でやってる、芦田愛菜ちゃんの、何でしたっけ?簡単スマホ入りまーすっていう。入りまーす。あれが可愛い。もうあんな娘が欲しいと思うおじさん。ということで本日は iPhone 12 mini の開封を行いたいと思います。え?なんか臭い。マジ?なんかさっきから臭いなと思ってたけど。何これ?臭い。マジで?なんか、なんつうの?その、雑巾のなんか、半乾きのような匂いがします。マジで?臭い。アップルの段ボールって、こんな感じなんですか?臭いんですけど。まあまあいいですわ。開けたいと思います。ちなみにですね、開封はこちらの黒用のハサミで行いたいと思います。で、前回の動画で私、こちらの黒用のハサミの紹介したと思うんですけども、こちらのハサミの値段が、今とんでもないことになってるんですよ。一回ちょっとですね、Amazon か楽天市場でこの黒用のハサミの値段を見てほしいんですよ。で、型番はですね、黒用のですね、HASA-250R。まあ、それはどうでもいいんですけど、じゃあ開封したいと思います。で、この刃先がですね、こうシュインとなってるんですよ。シュインまでいいです。開けます。いやー、なんかこっちなの?信じられないでしょ?マジですか?まあ、アップル自体はその組み立ては中国でやって、中国製もいいです。入ってましたてーん iPhone 12 mini 128GB。 いやーすごい。あ、薄い。やっぱり薄いですね。薄い。あ、こうですね。おー、見てください。こんな感じです。私もなんか YouTuber っぽいことをやっております。現在、私も YouTuber っぽいことをやっております。ああ、こっからペリペリを上に上げろということですね。それでは、これから開封したいと思います。